8月反省会です。8月リボンお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、こちらのね上映会のツアーと YouTube 投稿もね、終わって、で現在グッズ発売中みたいな感じなんですけども、はい、まあこれ今撮ってるのはね、まだ YouTube を上げ切る前、パート2と3の間ぐらいにね撮ってるんで、まあ、YouTube の反応とかはちょっとわからないんですけど、まあ、一応ちょっとこう上映会のね、あのアンケートみたいなやつ集めまして。お、どうだったの。はい、まあそうですね、評価で言うと 4.36。 あ、これシネマ評価ね。あれシネマ、これも今後結構指標になってきます。なるほどね。 4.36、 4.36 です。まあまあまあって感じなんですけども、あと映像の評価みたいな感じで、まず作品の評価、映像の評価、あと登壇の評価、登壇の評価、あとグッズの評価と総合評価みたいな。ええ、面白い。まあ、その作品の評価は 4.36 ですね。で続いて、そのクオリティの評価、こちら 4.61 ということで、まあ、高いんですけど、まあ、ちょっと音がうるさいなっていう声がちらほら上がってます。うるさかったか。結構うるさかったらしいっすね。ちょっと上げすぎた劇場の、まあ、結構ね、その俺らもリハの時聞くんだよね、うん、前と後ろで、うん、でまあいけるっしょみたいな。服部がなんかね、始まってから、やっぱ音がうるさいってなんか焦ってたからね。こんななんだぞって言ってたけど。実際うるさかったか。ちなみに続いて登壇なんですけど、うわ気になる。会場ごとにね集計してます。うわ確かに。どうなんだろう。これだからどこの会場が高かったとか、なんとなく覚えてます。低いのは分かりだけどな、低いのは分かるぞ。そうだね、一番高いのと低いのちょっと予想してください。なるほど、全部違うからねやってること、うん、東京2日目とかじゃないのかな。東京は高そうだよね。高そう、うん、その次福岡だなとかに行こうか。うん、大阪だって 2.56 でしょ。低めだろ。大阪一番低いんじゃないかと。はい、まあ、そうですね。下がったらもうちょっともう本当わけわかんないよこれ。怖いよ。怖いんじゃない？高かったら素直じゃないやつらだな。確かに。まあ一番じゃ低いの言いますね。はい。東京2日目です、ね。そうか、だって俺らさ1日目ちょっと違ったなってなって2日目で結構変えて、いやまあまあ良かったんじゃないみたいな感じで、よかった、登壇の打ち上げしようぐらいのなんか。そうよね、結局やっぱ時間なのかなっていう。東京2日目って一番コンパクトにして、時間で言ったら一番短い。あ、そうだったんだ。こっちとしてはなんかちゃんと時間通りいい感じのテンポで切り上げられたって思ってたけど、そうだよね、見てる人はもうちょい話してほしかったって。いや初日はゲロ伸びしてね、終わったで支配人にしてナスが怒られてた。長すぎますよとね。一番評価が高いのが1日目です。東京1日目、まあ、あと福岡が同率で1位。あ、まあ、福岡はね。で、まあ、大阪は、まあ、ほぼ東京2日目と同じぐらいなんですけどギリ3位って感じで、まあ、評価が高いのは東京1日目と福岡。あ、意外、福岡。あ、福岡か、うん、面白さは求められてないんだね。え、やっぱつまんないこと言ってたもダラダラやってる方がいいんだよね。え、どうしたお前。東京1日目みたいに。じゃあ別に、いやいやいや、だってスタッフから酷評ですよ。そうね、1日目本当に酷評だったら、1日だってさ極端なこと言うけど何言ってるか分かんないって意見がめっちゃ出てた。2人喋っちゃうねマイクで。だから何言って分かんなくてもいいわけでしょ。そうね、わちゃわちゃしてる感じとか、ね、つまんないけどダラダラやってる。うわー、なんか構えるってなってるってことでしょ。構えなくていいんだこっちは。もう面白いことなんか求められてません。それはそうだよ、笑いは求められてないんだよ。はい、そんなの登壇してつまんないこと長々と喋ってる。あ、そうなんだ。ガム噛んでてもいいって言えばいいじゃないですか。時間が長ければね。コメントで多いのはそのもうちょい作品についての話が聞きたかったとか、あ、西尾の意見がもうちょい聞きたかったみたいな。確かに俺の意見な、ちょっとあれだもんな、俺が喋るとなんかいや喋っちゃダメですよみたいな感じでな。なんないですよ。止められてた。止めてたっけ。止めてないですよ全然。じゃあ次めちゃめちゃ喋っちゃおうかな。一応さんだからリハ出ないからでしょ。こいつだからなんか初日まあリハ一生とか言っといて、うん、それで本番遅れてきたから。いやでもそう思うとさ、今回の上映会結構トラブル多かったじゃないですか。登壇ね、うん、多かった。登壇結構トラブルあったけど全部なんかうまく対応してた気がするんですけど。そうね、だからまあちゃんとトラブったのが1日目と、あと僕が寝坊したさ福岡ですけど、うん、それが高いですから。確かに、そういうちょっとアクシデントを求めてるかもしれないです。アクシデントを最初これをバリにして伸びるんだよねやっぱ、うん、まあ邪道だけどな。え、なんすか。邪道だけどそれは。いや、毎回アクシデント残すわけでしょ。
ちなみにまあ登壇の総合で言うとまあ 4.55 ということで、前回のトランドが 4.57 だったんで、まあ登壇に関してはちょっとまあ目を取りしたから見ちゃったもん。俺らでもちょっと腕上げた気になってましたけど、ね、そんなことはないです、うん、マジか。で、まあグッズですね、グッズとかくじに関しては 4.16 ということで、あーなるほどな。前回ね 3.92 というね、あ結構でも低かったね。まあここやっぱねその値段とか、あとはその、まあ、前回だったらくじ引きがもう引けない、うん、並びすぎてみたいな問題が、今回整理券とか、うん、まあ、回数制限設けて若干解消されたことで、うん、まあプラスになった。くじすごくなかった？うん、すごかったね、うんうん、そうなの？ずっと並んでなかったです。くじは本当になんかさ、終わった後さ、言いながら9時になるんで俺らが並びますけどさ、一般、うん、大行列じゃん。9時が大行列じゃん。9時は本当に人気ですね。1回1000円だっけあれ。1回1000円か。で5回まで、前回10回までだった、うん、で今回5回にしたの、本数増やしたから割とね周回で、なるほどね、はい、なんか1等がゆるキャラの人形で2等が初回版のブルーレイなんですよね、うん、で、いいのがとんでもなく気持ちいい瞬間があるんだよ。あ、俺がとんでもなく気持ちいい瞬間は、あの初回を普通に物販で買った上で、うん、あのこっちのくじで初回限定版当てちゃう。あれ気持ちいい、ね、気持ちいい瞬間、気持ちいいじゃないよ、気持ちいい、悪いなお前、マジ最高だ、最高だ。え、どんな顔すんのお客さんは。そのいや、もう買っちゃったんすよ。だけどね、気持ちいいんだ。そう、返品もできないんで。まあその次に気持ちいいのはそのブルーレイね、それの、うん、あブルーレイ単体買っちゃって初回当てちゃうみたいな、ね、気持ちいいんだよ。お前誰食べた方がいいんだろ。で、まあ、一応総合評価が 4.61 ということで、うん、まあ、やっぱ上映会自体はかなりこう評価的には良かったんじゃないかなと、うん、思ってますね。で動画内で印象に残ってるシーンも聞いたんですけど、お圧倒的に5001人目の犠牲者。ああ、ここが5001人目の ここがすごいです、ね、犠牲者に。誰に聞いてもそこが一番大切です。カットされたんですけど、あ、詳しく言いなしちゃったんですけど。いや、なんかその尺がやばいみたいな問題になった。はい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 。結構最後の最後で議論したら5001人目。いやそうなの。なるその。これはもうカット推進派だったね。あ、岩田君がね。もうカットして、カットされてるもんだと思ったら、うん、あ入ってんだと思って。うん、それ何がその。好きすぎて入れたっていう。だからあれだよね、これ岩田がもしその今回メインディレクターどういうのだったじゃないですか、はい、岩田がディレクターだったら切られてたわけですか。俺だって余裕で切ってましたね、うん、だから今で俺人気なかったんだよ。俺は目覚ましいが全部これで一躍ヒーローになる。今までのシーンの西山がやっぱこの任せる会話というかね、フレーズを切られた覚えはないですね。いやよかったよかった。いや切った覚えはないですよ。危なかったよ本当に。ありがとうございます。一切噛んでなかったんだよあの時。どうでした上映会とか YouTube とか、まあ、上映会ですかね主に。いやだから、うん、そのトラブルでいうとめちゃくちゃありましたからね今回は。あ確かにこれ言いたいね。だからもう台風が来ちゃったから、うん、飛行機がもう全部欠便ですってなって、うん、そうだね。その今まで、その今までアナでね、うん、優雅に移動してた我々がですよ、うん、レンタカー借りて大阪まで。確かに。もうあの下積み時代思い出しました。下積み行ったな、うん、行きましたね。中国だった。でなんかその後福岡、大阪の次福岡で、うん、今度福岡に行こうと思ったらなんか朝方6時ぐらいに、うん、申し訳ないです、あのなんか飛行機手配できなくて今日飛ばないっすって言って。結構すごいよなあれ。めちゃくちゃそっからもう飛行機用の荷物、うん、めちゃくちゃコンテナとかある中をもう新幹線で、うんうん、全員で持って運ぶっていうね、うん、使った。だって3本予約してたうち2本飛ばなかったからね。帰りだけだもん。最後だけだから。確かに確かに。しかもこの飛行機さ、6時に9時出発だったじゃん、うん、で6時頃に欠便ですとあって、そう前後の飛行機見たら前後は埋まってるんだよね。そうだね。だからピンポイントでなぜかなんかそのしかも飛行機が手配できませんでしたってのがすごいよね。そんな謝ってなかったじゃんね。産業だったなんならメール届いてないって言ったんじゃん。そして、今回のね心霊スポット生活リボーンの、ね、グッズも現在発売中なんですけど、あの EC での発売も、ね、終わっておりまして、今ペドロ
逃亡生活の特設会場五大都市にあるんですけど、こちらに行くと買えます。はい、西尾さんのゴーストバスターツシャツとか、あれも、あれもなんだ、クルトンの心霊現象起きなくなるって有名な、そうです、あれバスターしてくれる、バスターしてくれるです、すごい特殊な霊能力が入ってるのということで、あのサングラス売ってないの？もう売ってますけど、この時期までの今まで残ってるか分からない。あのサングラスもすごいでしょ。サングラスが紫外線 100% 紫外線 100%T シャツは霊能力で 100% カットで 100% カットすごいな。じゃあ T シャツ着てもサングラスしたら基本もう何でもかけない。夏も最強です。お化けもないし UV も全部すごいな。今回だからちょっとそのサングラスとあとコースターかな、うん、あのゆるキャラのグッズ出したんだけど、その辺がすごく人気で、うん、まあ、今あるか分かんないですけど、現在特設会場で売ってると。なるほどね。はい、あと一応ねその EC サイトでもソールドアウトになってると思うんですけど、今回からその僕らじゃなくてモデルさんにね、うん、あ確かに尺が取ってもらって、うん、僕ら ZOZO タウンって呼んでるんですけど ZOZO モデルね。いやすごいねやっぱ、うん、いやすごいね、俺らなんかとやっぱ違うな、際立つよねグッズが、写真の立ち方がもう ZOZO 立ちなんだよね、うん、そうそうそう ZOZO 立ちで、はい、なんでそれがまあ9月7日の土曜日までやってますし、うん、もしかしたらね僕らがその特設会場にまあ強盗として現れるかもしれないので、まああと INED とかがね、うん、来るかもしれないので、ちょっとぜひまあ五大都市に住んでる方行ってみたらどうかなと思います。まあ一回可能性ありますからね今ね、うん、確かにね。そして次の企画はこのペダル逃亡になるんですけど、この上映会の話とかは今やってるこの企画が終わった後に出しますので、うん、一旦ここでは話さないということで、なるほど続いてじゃあちょっとサブチャンネルのやりたいです、ね、はい、サブチャンネルそんな上がってないんであれなんですけど、一旦今回は、今は8月23日か、はい、23日分までのベストドワーストいきます。はい、お願いします。ベスト、岩田の新居に突撃してみた 6.2 万回です、ね、あよかったな、岩田も出して、よかった、やったかいな、いいのまだかな、いや俺本当に言わないから、いいのまだかな、お前楽しみだな、お前の一人暮らしがな、俺にフォーカス当てたい、お前だよもう、お前言ってんでないだろ、そうだな、おかしいだろ、ついてかれただけだ俺、おかしくない、いや動画見たけど全然おかしくなかったぞお前ずっとノリノリだったな、お前ノリノリじゃないよ、もういやいやですで、バーストがいいのがサングラスを作りました。ユッツはね、まあ、ユッツはお前ちゃんとそのカットの話とか動画中に付けながらね、タイトルからいいのがサングラス作りますじゃないわ、いいのが紫外線 100% です。世界初だね、世界初だ、世界初特定今回だったらそれだもんな、凄さが伝わってないわ、世界のサングラスタイトル、じゃあ凄すぎるのよそれは、凄すぎるなアベレージが 3.6 万回ということで、まあ、そんな動画上がってないんでね、はいはい、ちょっとあれでしたけども、うん、ただ今回上映会でちょっとごく一部の船らがえ船らったことが判明した。船ら確かにちょこちょこ言われたラジオだ。この段階だとボル2までしか上がってないですけど、うん、ずっと聞いてますってやついた、リピートすごい。本当かお前聞いたけど今月あれでしたね、ちょっと人気の動画がちょくちょく上がったりしてましたね、うん、上映会のシーズンってやっぱ僕らカバーですのがケータリング選手権っていう、うんうん、僕らはお弁当選んで、まあね、罰金2万円をかけてちょっと戦うみたいな、うんうん、やつが結構やっぱ評判良かったり上がってる、あと学力テストでなんか中学時代のテスト書全員で解くみたいな、あーおもろかったな、ガチお前やばいな、やばいって言うの、ガチでやばかったなやばいって言うの、わバカだったもんね、バカって言うのウルさんメッキがん、俺全然剥がれなかったよむしろ株上昇だよ本当に飯野さんの英語力とかもね結構出ましたもん、ね、いや俺めっちゃ剥がれたでしょ俺いやもっとボケときゃよかったなって思ってきましたな、確かに、うん、飯野さんガチすぎてみんな引いてましたこれだけテスト時間投げんなマジでわけわかんねえボケしてるんだもっとやっときゃよかったよっていう、まあ学力テスト盛り上がり上がりましたし、うん、あとはいつもやってる恒例の差し飲みシリーズでね、またジーナさんとね、はい、岩田さんが、はい、2人でちょっとなんすかあれエッチの話してましたっけ、エッチの話エッチの話そういう番組エッチの話してないですよ、あぶないかぶっつりやなぶっつり2人集まるとそうなんのかカイトルがなんか社長と経理みたいなかっこいい感じでしたけど、あ確かにね、まあいろいろ話したりとかしてますね、社長
長と経理タイトル社長と経理でエッチな話だったそんなことないだからごめんなさい勘違いかなエッチな話っていうなんか単語もキモいなエロい話とかっていう感じの、ね、動画が結構いい感じの上がったりとか、うん、まだですねメンバーシップの方でちょっと上映会でもお配りするんですけど、ね、第2マガジンボリューム3、うん、うわ早いねもういやこれ頑張りましたね皆さん、うん、これだから、これがですかメンバーシップの方だと8月末だよね、うん、あの受付をってして、9月中旬から末にかけてちょっと発送していこうかなって思ってます。もらえんだそうメンバーシップ入るとこ渡せるんだただでうんいいですねこれ、うん、この過去の心霊スポットをちょっとこう振り返ったり、はい、っていう感じでちょっといろいろと使いやすいな、ね、マガジンの方も配布がねされたといった感じなのでぜひともねちょっと今後なんか盛り上がっていけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあスペシャルコンテンツの井野さん、はい、今月は井野の1泊2日心霊スポット生活っていうのが投稿されまして、うんうん、もうこちらがもう大変好評で、いやまだ、あ、ね僕ら撮ってる時上がってないんですよ。日本より面白いの嵐ですね。もうまだ一切上がってないだろ。加入率も今年ナンバーワン。大丈夫かお前インチキしか言わねえじゃん。加入率はもう男気じゃんけん旅のより下でした。いや相当しくって明日まるのはもう無理です。毎回男気じゃんけん旅の話してるけどもう手入れになってるんじゃないか。超えられないんで多分、うん、あれですよね、そのリボンの時はまあ日照が挑戦者で、まあ、飯野がその鬼畜スタッフだったのが逆転したっていう形ですね。はい、逆転してで、まあ、1泊2日で心霊スポット生活するみたいな動画を撮って、うん、まあ上がって、まあ、多分面白かったんじゃないでしょうか。なんかかっこつけてんだもん、なんかもっと怖かったですね。どうだったんですか、テカスさんが。確かに、いや、飯野さんもオフィエスエイターの訪問者の方に出しちゃったんですけど。あ、そうなの。訪問者に離れたくない、離れたくないって言ったら、あの訪問者に、ね、あのお前そこの部屋調査しとけっつってお前が知らない。何で目が行けよ。怖すぎにやらないから。確かにその訪問者の方との絡みとは結構懐かしい感じで面白かったんで、まあ、なんか初期心霊っぽい感じでした。結構来たんだ訪問者の。まあ来ましたね結構。まあそうなんだね、おもろかったね、うん、だからあれですかね、 YouTube メインだと僕でブルーレイと須藤さん、はい、でスペコ行くとも飯野さんっていう心霊祭りみたいな。確かに心霊祭りですね今年は。うんうん、あと一応サブではドリタナさんまで上がってますもんね、フルで。あの前回のサブでも。ああ、そうなんですね。あれも上がってるの。上がってます。あれも上がってるんですか。あれ上がってない、あれ。夏に毎回上がってる。まあでもね、いいよね、ちょうど夏にね。うん、あと岩田のゴーストタウン見たらもう全員分ね、見れますんでね。あ、確かに。一応全員分ある、ね。確かに、確かに。うん、で、まあ、来月は、ちょっとまあ旅っぽい企画を。やろうかなって感じです、うん、大丈夫ですかね。ほんで、はい、いつ行くの。そうですけど取れるんすかね。まあ5日後っすね。5日後5日後、もう撮影前っすよ。撮影の準備大丈夫かな。大丈夫大丈夫っす。なんとかしてください。お前が準備。そっかそっか、大変だな。もう、まあ、修学旅行っぽい感じですかね。あ、あエモい感じ。スペシャルゲストは大丈夫なんですか。あ、SP ゲストも大丈夫です。スケジュール抑えられる。あ、そうなんだ、はい、これもでもすぐ上がるよね。これはまあそうですね、9月入ってすぐじゃないですか。本当ですか。はい。大丈夫ですか。前回謝罪してますからね。そうですね、はい、全然大丈夫です多分。続いてじゃあ総務の須藤さんお願いします。はい、そうですね、もう考えたくないですね。もうというと、まあもうちょっとストライキ起こしたいなと思います。ストライキ、はい、とんでもないことした。いや本当にもう暑すぎて。そうか。そうか。前回見てなかった。なんだっけ、40度だっけ。40度。まったまった。いや湿度 85% サウナじゃねえか。いやほんまだって本当なんですよ。まあ、暑いだろうな。これこの間なんかニュース見て、ニュースなんか流れてきたんですけど、ヤマトかな、ヤマトで倉庫の作業してる人が倉庫の温度が40度なんですって。一人ストライキ起こして。一人ストライキ、一人ストライキ。それただ飛んだだけだろ。いやもう40度なんてできないっていうおじさんが一人ストライキ起こしまして、もう同じ人もいるんだなと思いながら。共感した。これだろ。エアコンつけたらいいんじゃないですか。いやでもまあ確かにね、ちょっとでも確かに本当に暑すぎるんですよ、うん、で今ねもう上映会終わりで回った荷物も多くて、で多分ね今度はあの庭にちょっとデカめの倉庫を買わないとちょっともう入りきらないと、うん、っていうことでちょっとペドロ終わったらちょっと家みたいな倉庫をちょっと庭に建てようかなと思ってました。じゃあ
今だから倉庫はもう永遠になんかありそうですね。マジであのでも作業服とかいいんじゃないですか、あのパンついてる、パンついてる、あれとかマジいいよね。あれマジめちゃくちゃ笑ってる。いやあれでももうみんな着てるよね。いやみんな着てる、みんなあれめっちゃいい、めっちゃいいんだけど、あれ買っちゃえばじゃん自腹で。うわーもうだからまあでも買おうかなマジで。でも冬だからね、まあ、来年買ってるかもね、うん、今度は寒いだろうな。寒いよ、今度は寒いって始めるかもね。まあまあそうはもう引き続きやってまいります。なるほど、はい。